はい、7月2日土曜日12時、ダイナミック琉球から始まりました。楽勝大学ですけど。うん、ダイナミックに熱いですね。みそさん。<laughs> はい、そこから来ました。<laughs> ダイナミックに髪切りました、ね。はい、今日ダイナミックに、あの。 はいさっぱりともうさっぱりしましたね、はい、2年前の髪型ですね約二年前はこんなだったんですかはいもっと短かったですあそうなんですかはいはいなんでなんか伸ばしたんですかその方がいいじゃないですか世間, <laughs> 世間に負けたみたいな感じので短く切ってるんですけどあ短くすれば短くしたで手入れは楽なんですけど、うん、はいやっぱ長い時は長い時でもなんかあの そう,うじゃないでしょ、手入れは。楽じゃないですけどね。<laughs> なんか精神的に落ち着いてたっていうのが。<laughs> 長い方が落ち着くんですか。あ、なんかこれ伸ばした人が わかると思うんですけど、<ー>水戸さん伸ばしたことあります。ないですね。ないですかもうもう。もう耳にかか、った時点でもうイライラするからもう。それで、あもう、そういうので、すぐ切っちゃう方ですね。あ、昔からずっと短く切っい方ですね。もう、<ー>もう切るわからなかった、自分でも切ります。耳のとこだけでも。あ耳、耳はもう。耳を隠しちゃだめですね。もうここセンサーですから、僕あ,あ、な、なんか猫のヒゲみたいな感じで。ちょっと今日は髪の毛ネタから、ちょっと入っちゃいましたけどですね。楽章大学のパーソナリティの北西白木と。 あ近所三つです。ああとあとはい。こうポンポンポンとテンポ上したそろそろ行ってきましたね。皆さん慣れてきたようですけど、7月もう1年の折り返し過ぎちゃいました。はい。ということでね半分過ぎたんですよ。はい。半分過ぎちゃうね。早いですね。この前ねなカウントダウンやったばっかりだこの前カウントダウンあやってないだよ俺。そんな感じ。あっという間にあの もうこの暑さというかなんかあの本当にバタバタバタっともう夏来ちゃったような感じの暑いですねやっぱりね梅雨明けるともう本当すごい変わりますね一気にね今回台風来ないんじゃないですか台風はねなんか発生しないですねこれ前発生したのはあ熱帯で終わっちゃいましたねで発生まだまだしてないですじゃまだ一号まだ一号来てないと思うんですよねまだ珍しいですね珍しいとか。 こわこわ。こわ <laughs> <laughs> でもこう晴れてると、どちらかというと、こうあちこちに具体。気分はいいですね。気分はいいですね。うん、あの三尾さんのコーヒーの売れ、売れ行きも、こう晴れてると売れ行き伸びるんじゃないですか。伸びると思うんですけど、ね。はいはい。うん、そうど、どこでやっていいかわかんないですね、今ね。あ、今ちょっと探し中なん。ですかそうなんですよ。探し中、工事現場も断られて。あ、そうなんですか。新都心の近くでもあったんですけど。うん、はいはいはい。 中の方でやっぱり夏はかき氷全体出すっていうことでそれでやっぱり売れるのは売れるんでしょどこ行ったって売れるんだけどどこも行けないっていうああなるほどでも自分ここだけはこう縄張りみたいなそういうのとかはないですねあないですか今もう開拓中そうですね今島にははいい ね、昨日も結局,結局昨日も行けなくて<え>瀬永島に行く行く行くって言ってうん、うん、瀬永島に来た人いたんですけど今日は来ないんですかって言われて<あ>ごめんなさい今日ちょっと名古屋にいますみたいなあ<ー> <laughs> 昨日ブリキナツアでしたからね <laughs> ブリキナツアーなとす,すごい ツアーっていうか、も急遽どうしても昨日っていう人がいたので僕が闇で闇で闇だった闇で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 闇れ闇で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 うで闇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 でいで闇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 でので闇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 でこう天気と ガイドとかも結構ですねさっき言ったブリキナツアーなんかもき気持ちいいと思うんですけど、うん、ウタケグスクガイドも実は気持ちよく回れるんですよ。ああそうですよねはい、はい、テリトリーのお<い>僕の縄張りっていう言い方おかしいんですけど南城市が一応テリトリーなんですね <laughs> 縄張りっていうかもうそういうあれな暗黙じゃないんですけどね那覇 <laughs> <laughs>、ね、町前みたいに俺の縄張りみたい、うん、あこれ行っちゃだめなんだ。これは歩いて <laughs> 歩きで行った方がいい。ああ、これやっぱ車がいいですね。<laughs> 歩きは無理です。<laughs> <ん>あの車でだから北谷さんの車で。はい、はい、もちろん,ん,んです、ね。もちろんです。あの歩き前は本当にあの多分し、あの熱中症になっちゃいますでのこの時期はね。はい。あのいっぱい素敵なあのグスクとか、うん、あの歌気とかあるんですけど、うん、幅が開いてるんで。 歩いて回るっていうのも不可能なんです。幅開いてるってどういう。あの距離がい空いてる。あ,<ー>あ<ー>距離が空いてる。幅開いてる。これ、僕の,のど,こどこの言葉ですよ。<laughs> だかその、こう。つなげるっていうのがなかなか難しくて、うん、なかなか南城市のそういう素晴らしい。そういうのもなかなか、こう、みんなに知ってもらうっていうのが、ちょっと難しいっていう。うんうん コースにしててもやっっぱり車で回るこのコースっていうのは北谷さんが勝手に決めたコースそうですね上がり前とか上がり前コースはもう資料夫がずっと決めてるのでこれはコースは決まってるんですよただその中で全部回っちゃうとですね当にあに1日じゃ終わんないんで車で回ればそれなりにショートカットすれば回れるんですけど大まかなところはですがやっぱりね そういうい観光で来られてる人なんかそういうふうにそうそう贅沢に使えないので、うん、こうチョイスしたやつをっていうのでここここここっていうのを滝谷さんがチョイスしたコースがありますよ、ねはいはい、あります大島コースは一応あ,のあそこ島なんで小さちちい島なんでこれ歩いてもらうっていうのを考えてるんですけどやっぱ今日みたいにもう30度超え。 の天気とか、うん、あとかあ年配の方とか、うん、だったらやっぱりちょっとその人の雰囲気っていうか体調とか顔色見ながらあここだけで終わらそうとかっていうので、うん、若い子だったらやっぱりですねちょっと全部見てもらいたいんで、うん、汗だくになりながら一緒に回りましょうみたいなことやるんですけどやっぱそういうので気遣ってとかありますね。 なんんてていうか説明しくれるです一応軽くはできます軽くっていうと本当にあの大学の教授みたいに何年にここでとかっていうのは無理なんですけど、うん、こういう流れのこういう滝です、うん、でこういう感じでっていうので,、うん、で僕の場合はどちらかというとその場の空気感っていうかそういうのを感じ取ってもらいたいっていうのがあるんでわ、うん、かりますかねやっぱりあのそこに行くと独特の雰囲気っていうか空気感あの<ー>風の音とか。 まあ、それとかもう五感で、あの感じ取れるのもあるんですけど、六感みたいなやつ、うん。はい。あ、ここなんか気持ちいい場所ですよね。空気とか、天気とか、気候とか、湿度とかじゃなくて。ただ単純に、ここ行くと気持ちいい場所ですねっていうところを案内してるっていうので。やってるんでんあ。あ、そういうとこ知ってるってことですか、だから。あ、だいたい外れないですね。外れない。はい。これは、な、山ですか、海ですか。あ、海もあれば、山もあるし。海もあるの。 海はあのあの,あのあ僕の大好きなヤラズさあそこ一帯があ,<ー>あの聖地っていう感じで,原塚ですね。あそこは不思議とこう変な意味であのあのイソイソのちょっと強烈な海のとこあるじゃないですか。うんうん、ああいう香りとか全然しないで不思議と気持ちいい場所なんですよ。不思議と気持ちいい。はい。あとゴミがそんなに漂流してないっていうのも。 びっくりで、えーはい、潮の流れの関係もあるんでしょうけどまあそういうやってる人もいると思うんですけどねどうしてもこう湾内とかになるとゴミがたまりやすくなっちゃうんですよ分かりますか海の流れてくるのが、はい、そのまま綺麗に流れるのもあるのでそこはそんな流れつかないってことですか あんまり不思議とそういうプラスチック系とかビニール系とかがあんまり流れつかない。へ<ー>なあ なんかやっぱそういうとこ、を昔の人はこう選んでやってるのかなーなんて、もう不必要の流れとかじゃなくて。うん、ありますね。うん、は,いはいはい。あれですよね。海に。はい。おがんが立ってるところですよね。海の中。あ,<海>あそこはあくまでも、であ、あの標識みたいなもんで、あそこ一体がそうですよっていう。のです。あ<ー>、うん。なるほど。だから、よく来られる人なんか、まあ、一応ここがそうですよっていう風な目印で、こう。 もがむ人もいるんですけど、それは間違いじゃないんですけど。これ、バオっていうことですそうです。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 ですはい。そこで。 瞑想会やったことあるって言ったりありますよあそこは東側なんで <laughs> あのオレンジ上原さんも来てくれました気持たですよいいです、ね、それは行ってみたかったですね <laughs> 瞑想は興味ないけどやらずかさで瞑想っていうのが興ったんですけどね素晴らしいですもう素晴らしい波動のところでやっぱりそういう風な瞑想っていうかそういう心静かにこう気持ちを沈めるとドーンとあのリラックスできるのが半端ないんですよねうん、うん、そういうのをみんなに感じ取ってもらえ えてあと今日みたいに天気がですね水平線とかにあんま雲なかったら本当月の出が満月綺麗、うん、に見えたりとするのでそのあの自分が行った時、はい、すっごい綺麗な満月がですか、はい、月の出がしかもなんかなんかなんていうの幻想的な夕日の落ち方っいうなんか青いんですよ暗い、はい、暗いんだけど青いんです なんか変な感じでした。それ興味ありますね。あ、もう一回やってくださいよ。瞑想はやりませんけど。<laughs> 実はあの <laughs> 実はこうまちかに寝て寝てとかを寝たらまち <laughs> に慣れてるんですけど、本当にあの人工の光のないところで、うん、月の出の時に夜外出ると水平線というか地面が反対に明るいんです。わかります。はい,はい。こういう不思議な現象がやっぱ東海岸とかだったら南城市とか見れるんで。 あれは普通じゃないですか、な,なんで水泳戦って明るいんですか、ねあ。やっぱ月の明かりです、あれ。<ー>はいはいはい。海に反射して。いるからそういう感じっていうか、あ<ー>海だったかな、そういうので。あ海の彼方のあの賑やかな場所が明るい。あ、それではないです。でで本校の明かり。とかないあと、瞑想会なのになぜか。 私物の天体望遠鏡を持ち込んで、その後天体観測までやるっていうことで、今の時期ですね、土星とか火星とか、ちょっと西側になっちゃうんですけど、木星が今、見れるんで、だから結構そういうのでも楽しめうよ木星って木星が見えるんですか、木星、しましま見えますよ、見える、あれ、土星が見えますよ、超興奮でした。 観測会のがみんな瞑想会じゃなくて天体観測会それのやんばるのすごいみたい。あの条件がよければ綺麗に見えますしかもその日超スペシャルで結衣さんも通ってました結衣さんって結衣さんあの誰ですか結衣さんちょうどその瞑想会の時期にですね国際宇宙ステーションっていうのが地上500キロの軌道でぐるぐる回ってるんですけどちょうど沖縄上空通る日だった それユイさんって言うんですかあの当時ユイさんがあの乗ってたからユイキミヤ宇宙飛行士ああユイさんって人の名前衛星の名前じゃない国際宇宙ステーションにもうすぐ七月七日に大西さんっていう宇宙飛行士が惜しいですね北西さん残念ですね大西さん全日空の元パイロットですええ元パイロットが今度宇宙飛行士になったんですか宇宙飛行士になってるんですよ僕から言わすとどんだけ夢考えてんだよっていう人なんですけどね。パイロットなるだけでもすごい すごいですしかも全ニッですよ全ニックゼニックキャビンアテンドさんなんかもうあこういう話はやめときましょうね <laughs> そんなのなんか違うんですよこれ格が違うんですよだんだん話が飛んでいくんですけど <laughs> あ、今度7日の日に上がりますんで7日って<し>7日って七夕でしょ7夕ですからまた7夕で思い出した覚えてます田中さん富士山登るっていうあの人も確か7夕の日に富士山

えそうでしたなんかかないら <laughs> どこまで行っちゃうんだっていう、うんはい、七夕にそういうことやるってなんかロマンチックですね、えーはい、願いを叶えるというか山開きなんか本当にあの2か月だったっけ7月1日山開きで8月31日で山を閉じるんでその2か月間が勝負なんですね。そうなんですか、はい大体あの 標高2000メートル以上の山はやっぱりあの普通に登ると危険なのでやっぱ期間決めてるんですなんで危険なんですか普通に登るとあ,あの低体温あ夏場でも結構低体温とかで顔倒れちゃう人もいるし低体温とはあのー、体があのもう30大体低体温温度が35度体温が 山結構登る時結構夏だからいいよで軽装で登っちゃう人がいてご来光を見るからって結構夜とかってって結構冷えるんですよ。まあね冷えると思いますけどねそういうのでなっちゃう人とかあと山病ですやっぱり頭痛が激しくなってもう動けなくなっちゃう人とか耳抜きしてもだめですからあれ耳抜きじゃ治んないですねからだからやっぱり2 0 0 0ル超える山登る時はあの。 ちょっと舐めてかかると大変ということで、飛行機じゃないです,か <laughs> <laughs> すぐ降りれば治るんでしょうけど、そういう感じで、あのそんなにだから、期間決めてるんですよね<ー>、はい、普通の人は、だから冬山登る人とかなんか、本当にすごい装備して、うん、ちゃんと申請も上げて登っていくじゃないですか。あ富士山がだこう営業じゃないけど、普通の一般、はいはい、2ヶ月かじゃあ今、ピークなんですね。 もう大変だと思いますよ。いっぱい来てるし。し他の山もそうです。あの僕のあのー、出身の石川県なんかもそうですけど、うん、白山連峰でやっぱ白山っていう2000メートル級の山があるんですけど、うん、それもちょうど山開きは7月1日から。そこも登山とかあるんですか。ありますあります。あります<ー>あ7月からなんだ。はい,はい。誰も行った時誰も言いなかったから。あ,あといいつでしたっけあの霧のすごい時でしたし。7月です。7 <laughs> <laughs> 月1月日午後目まで登ったんです。 えそのカナダの山ですか富士山です車で行けんの何号5号目ですね11月に行って死にましたね氷つきましたバイクで行ってブレーキが踏めなかったですそれ危険ですね危険でしたねあれはそういうので今そういう登山とかも 真っ盛りということでいいかもしれないですね、うん、はい、だ田中さん頑張ってよっていうことで,で、ね、はい。ちょうど次の放送の時はもう行って帰ってきてる頃だと思うんで今年の7月7日はちょうど木曜日ですね田中、うん、もう来週だ田中、はいうん、七夕ですよ来週田中七夕ですね田中、はいまあ、七夕もあの本当は沖縄だと7月7日って新暦だとちょうど梅雨が明けてるんで梅雨が明けてるんでこう こう本当に七夕様っていう感じで星祭りみたいなことできるんですけど、うん、僕の七夕のイメージって言っとやもう梅雨なんですよ新暦でやっちゃうと金沢ってはか石川県は<と>今が梅雨今梅雨真っ盛りです泣いちゃん今梅雨真っ盛りなんで<ー>でも昨日あたりすごいティーダカンカンでなんか30度超えがいっぱいあったとかっていうんですけかで僕が思ってるのはやっぱ旧暦の七夕の方が本当に いいなっていうので、旧暦の七夕、お墓掃除ですよ。あ、沖縄そうですよね。よ <laughs> <laughs> これ、お迎えのやつですよね。<laughs> あの七月の。でも、あの、なんで七日の日なのかっていうと、ちょうどですね。うん、あの織姫星と彦星、織姫星と彦星が、うん、あのちょうど。 天の川を挟んで、うん、あのどうやって渡るのって言った時は7日の月ってちょうど三日月なんですよねまだ<う>だからあの月を船に見立ててこう渡っていくっていうイメージもあって4月7日七夕っていうのがあるんですよ。えーえー、旧,旧暦の旧暦ね旧暦だと内地も梅雨が明けてるんで、うん、本当にあの七夕のお祭りができるなん、えー、で新年にしたのこれ,これは明治のそういうあのた だえあの旧暦から新暦に西洋に合わすために変えたので、ね、変えちゃった。変えたから合わないんですね。<ー>あの明治明治のそういう明治天皇もそれでそ。で いいっていう。七夕にこの星がくっつくんじゃないの。ああ、それはないですけど。ないんだ。これ物語上ですね。あ、本当にくっつくわけじゃない。ああ、くっついたら、あの天体上、大変なことな。そうなんだ。本当にくっつくと思った、あれ。何、いつの。何、でも、沖縄本当にずっとここ、最近、本当週間天気でも。お日様マークずっとついてるんで。もう、もう星空がとても綺麗で。 はいはいあの織姫がベガであの彦星がアルタイルっていうわし座にあったりこと座とわし座があるんですけどその星なんかも綺麗に見えてすごいですねことここととざにあのベガってこれがはいベガベガっていうのがああのあの織姫星女の方女の方ですね <laughs> でわし座があこういう話ちょっとあれなんですけどうアルタイルっていう。 でちょうどそのまま南に行くとさそり座が綺麗に見えるんですけど、はあ、そこにちょうど土星と火星が赤い星が綺麗に見えるんで、うんうん、だから今度今日あたりなんかも見れるんじゃないですかねもし興味がある方なんか南の方の空を見て南の方にさそり座が綺麗に今見,あ南が見えます北 北西北に北だともう大体ほっとし <laughs> 今呼び捨てにしたわけじゃないです西の空しか見えないんですけど西の空<あ>天の川はどこにあるんですか <laughs> 天の川ちょうど今だと8時ごろだとい、はい、あのちょうどさそり座といて座のあたりがちょうど銀河系の中心になるから一番あの天の川が綺麗に見える。 はいはいはいは,い、はいどうぞ<ー>はいあの、はい、天の川が、はい、あの見えるスポット北谷さん教えてくださいあもちろんこれ明かりがないところが大前提なんですけど、うんうん、ここだと那覇市内だと残念ながらもう一等星二等星見れるのがやっとなんです明るすぎるんですでここの方も結構ベースとかもあって実は 見にくいっていうのはうのは何、はい、かこれ僕あの天体好きな人は光の街って言って光街って言うんですけど、うん、こうもう本当にあの田舎に行ってください <laughs> あれだったら本当にあの先ほど言ったような南城の知念とかあと、うん、玉城あたり、うん、そうすれば東側の海が開けてれば、うん、もう OK ですただ残念なことに 西側、あの南城から見ると、ちょうど西側が那覇の街で。すごく明るいんです。ああそうなんだ。ね、だから、本当に星を綺麗に見たいんだったら、もう東側と。東海岸。はい。じゃあ、やらずかさ、どうなんですか。あ、オッケです。東側はバッチリ見えます。あ,あ、そうなんだ。 本当にもっと極めたいんであれば、あの、ヤンバルいってください。あブリキナ山。ああ、最高でした。ブリキナブリキのの近く、あの。星を見には行かなかったです。ねなんとかブルーム、ブルームでした。満月見に行ったら、満月は綺麗ですけど、満月のおかげで星が見えなかったです。そうなんですよ。と、あと、菊農家さんが周り結構あったんで、これも光の。 その影響を受けちゃうのであまり見れないよということで、うん、あ今日はちょっと星の話になってしまいましたけど、うん、ちょっと一旦ここで CM 入りますはい、はい <laughs> はい中盤入りましたけど、あマイクテスト中、ああ始まってます。っなんかね、コメントいっぱい来てますよコメントありがとう。ブルガリさんでいいんですか、ブルガリさん。いっぱい来てるんでね、北谷さん呼んでください。いやいや、あの、伊勢湾から沖縄まで泳い、あっ、こっちから、こっちから、なんか、ぎのわ万歳んざいって書いて、ぎのわんばんざい祭りだって、なんですか、これ、祭りだ、きっといわっい。 いうえ多分一世田さん三重の人ですかね俺三条どこですか俺三条って聞き覚えがあるなそうなん俺に多分友達に申請してきた人ですねあそうなんですか星も見たいなお姉ちゃんも見たいなガールウォッチングのことですかなかなかこういきなコメント初コメントですかねやってきてますけど伊勢の 海から沖縄県まで泳いで行ってみたい伊勢湾ってどこ。伊勢湾だから三重県ですね。<laughs> あ、そうなの、三重から。無理でしょう、はい <laughs>。無理、無理ですよ。無理でできないっていうのはないでで。できなできないランキングですね。<laughs> <laughs> 男にブレーキなんていらねえって、こう、結構男に。ある人ですね。今度ブルガリさんはですね。<laughs> 男の人なんですね。男の人ですね。ブレーキなんていらねえ。うん、で、ブルガリさんって、これハンドルネームなんですけど、ブルガリア出身ですかね。ま、ね、あ,あ、ヨーグルト好きかなっていうので。うん <laughs> その後のコメントが来ないんで <laughs>、あれなんですけど、これで、ここあちょっと今、すみません、ここラジオなんで、全部、全部、全部はね、これ。今、来てるのがそうですね、あ,<ら>あちょっと下行きあみミツさん、一応ラジオなんで <laughs>、しゃべりましょういしゃべっておい <laughs> はい、はいはい、ちょううど今そう,いうのではい。 沖縄の場合は本当にこういうふうにあとガジャン対策ですねもし星見たい人は、ね、7日は何曜日になってますか木曜日ですあ日別にあの7日にこだわらなくても今の時期とても綺麗に見えるので、うん、あともし50倍双眼鏡でもいいです双眼鏡でそんな倍率高くないので、うん、50倍よりちょっと低いので見れば結構 やっぱり見えない肉眼では見えない星とかも綺麗に見えるのでそういうのでお手軽に楽しんでもらってもいいかな木星の木目になると最低でも50倍以上の倍率の望遠鏡が必要になってくるんですけど倍率が高ければ高くなるほどやっぱり綺麗に見えてくるっていうのがあります月はたんぽぽ農園の時に満月瞑想会でも農園で見ましたけどね。 ちょうどブルームーンでしたっけね、本当に瞑想よりそっちの方が盛り上がったみたいなそうでしょう、あんな綺麗なとこ行って目つぶったらもったいいな波の音もまた最高なのでリラックス効果間違いなし、ただ、いいですよね、そういったのたまにやってるところありますけど、ちゃんとありますね。 プレイステーションのゲームで使っている ID なブルガリさんですか。ですかコメ,コメントでいきます。今、<laughs> <laughs> ありがとうございます。ちょっとコメント初コメントなんであ,ありがたいです、ね、今まで、ね、コメント無視して、<laughs> 無視してない無視してないな,な,なくなりましたからね。全部空いして、空いてげてしてください、ね。<laughs> ということで、はい、今日天体ネタはこんな感じなんですけど、はい,はい、はい、水戸さん。

その水が、はい、あ実はですね水というよりもまず、んですかねあのこの前いつでしたっけ、僕、金沢でセミナーしに行ったんですよ、うん、金沢、東京、うん、横浜ツアーの時にで金沢で行く途中でですね船の船じゃない,いや飛行機で <laughs> <laughs> 飛行機の上でその日、眠れなくてこう雲を覗いたら、なんか。 なんかポエムみたいなの書いたんです僕は「雲の上から」っていうそれを見た人がなんか感動してくれて「明日セミナー参加します」って言って来てくれた人がいたんですけどその方気候師っていうか男の人ですけどすごい先生でしたよえ本物です本物っていうとなんかこう歯でもう絶対にその人に言いましたらなんていうの うん<っ>もうなんですかなんですか直せないっていうのを直せなくて口ばっかり大きい。 言っっってる人全部ぶた切んかそういう人有名な人とこ行ってじゃあ実際にこれを直してとかこんなできるかってできないって言うらしいんですよじゃそこまではまだやってないんですよってやってから言えよみたいな違う意味でなんか同情破りっぽいですねこの人は本当に自分でできるからできないことは言わないしこれ生体じゃなくて気候なのか生体なのか僕その辺分からないんですよ大きな分野でいうと治療科ですああ でも見えるらしいですよ。こっちがずれてるとか芯がぶれてるとか。でも北西さん合わない方がいいですね。えどういう感じの人ですか。いきなり怒鳴られます。えなんかあのこりゃここがずれてるみたいな。そうなんですか。入っちゃいますからね。でももうちゃんとまとえたことですよ。要はここのここがずれてるとか芯がずれぶれてるとかはっきり言う人なんですけども。 ままあまあその人の宣伝じゃないや、今日は。お水にあと5分待ってくださいね、お水に繋がる <laughs> はい、はい、で。その人が、はい、で僕のセミナー出たんですけど、はいはい、で懇親会の時に話したら、やっぱりあこの人、すごいなと思ったんで、うん、僕のあれじゃないんで。 田ん坊先生にあった方がいいです。田ん坊先生に。いや僕が入ってできたんです。お年は何歳ぐらいの？年は僕と一緒ぐらいですね。本当ですか。だけどもうやって実績とかやってきたこととかすごいんですよ。弟子とか取ってるんですけど、ちょっと半端な教え方しないんですね。あそうなんですか。もう本当に習うんだったら一年間もう。 自分のところに住み込みで1年間かけて教えてやるって、生活から基盤から変えないとだめみたいなやっぱそういう生徒さんいっぱいいるんですかいっぱいというか、いっぱいでもだからもう1年に1人ですからいいっぱで、100何万かも取って生活費と修業代結構、よろしいですよ、1年間飯も食わしながら教えるわけですよ。 で実際にこう卒業地が教えた人が本当にやっていけるような実力までつけさせて、うんうん、これだったらお金取って商売ても大丈夫っていうところに持っていって<ー>経済的にも安定させるまで持っていくっていうすごいですね安いでしょ100万円ですみ込みでへ,ーへーちょっと会ってみたいですけどいきなり怒鳴られるんですね <laughs> <laughs> いや,いや大丈夫だこれ心張りでいけばいいけどいきなりね、うん、なんかもう 普通こんにちはって言ったら「クラー!」みたいな感じで隅で小鹿のように震え上がって小鹿って言うから小鹿の人会うとちょっとやばいかもみたいなでも先生になった方がいいですよって言ったらあの人もうなんか行きますって言ってあはいはい 実はたまたま沖縄に行く日あるんでその日行きますって言って来てたんですよこの何週間前ぐらいハーレーダ・ビットソンで来てたちょっと僕会ってないんですけどね初めて見ましたねハーレーダ・ビットソンあハーレーでそうそうあんなすごい先生なんだけどんかハーレーダ・ビットソンを借りて で沖縄一周するとか言ってたんですけどでもなんかやっぱり、えー、今度来るときは自分のもの持ってくるとか言ってたけど、えー、自分の方が乗り心地いいじゃないんこれレンタルして結構高かったですねレンタル車より高いみたいな <laughs> <laughs> あの結構バイクの方がフェリーとかで乗せる場合安いんで車高いっすよそうですよねいす聞いたら高いですだったらフェリー乗せて飛行機で来てこのレンタル料理も送る方が安かったですよ。ああそう <laughs> 持ってきたほうがいいて <laughs> でその人が来て面白かったですよこのどこでこの2人会話したのっていう感じだったですよはははタンポポ先生と話して<ー>すごいなんかもう習いたいみたいな感じだったから。 先たんぽぽの先生の話したもんだから絶対会いたいって言って何かを掴んで帰ったんですけど僕が見る目の前の見る2人の会話からはそんなすごいことなんか話したみたいなもしかしてテレパシー更新ですかなんかもう受け取ったって言ってたんですよもう来ただけは十分って言ってすごいここすごいって先生すごいっつってそこから話やっと戻りますけど。 その人がこの。 うちに分かる人はすぐ分かるんですかこれ何って言ってすごいって言って細胞が全部一気によみがえったって言ってで俺話したら実は抗合菌っていうのが入ってこの抗合菌ってすごいですよってミトコンドリアの餌ですからねって言ってミトコンドリアが元気の源じゃないですかそのミトコンドリアの元気の源がこの抗合菌なんですよ抗粒水の中に入ってそれ話したら分かるって言って細胞がもう全部元気になってるの分かるって言って。 でこの人なんかエネルギーとか感じるみたいでうん、うん、例えばすごい聖地っていうか、うん、なんかそういうところに行くともう体が全部エネルギーもらうらしいんで,すよ<ー>でそういうとこがどっかあるって言ってましたよ。 残念ながら僕興味ないが聞かなかったどこだどこだ、それはどこだそこ教えてって言われそうでごめんなさい、そこ僕あんまり興味ないんで直接聞いてくださいってはいい。でもそこ行った時よりもすごいエネルギーもらった思うんやっぱすごいですね水飲んでそんなすごいので若返りしてみたいとか書いてあっそんな水若返りしますよ、この水ぜひぜひすごいですね、コメントで会話できるって初ですね。この あれですよ、この交流水使ったら、お花とかもうなかそうなんですよ、四つ葉のバーが根っこ入ってたんで、これ、ちぎったやつよね、これくらいすごい蘇生力というか、やっぱエネルギー強いからですね体のあれとか、植物のね、実験とか見せたけど、あんな、実際にエネルギー感じる人とかが。 エネルギーすごいって言ったから、改めてすごいんだと思ってじゃあ、俺も飲もうとか思って、また改めて飲み始めてますね、いっぱい。長持ちするっていうか、腐らないっていうのもまた不思議ですからね、これね、エネルギー、走り回ってるんですよ、水って、動かすと腐らないんですよ、例えばペットボトルに入れて、毎日こう、振って置いとけば腐らないんですよ、水そう腐らさない方法は動かすことなんです。 で川とか流れてる水っていうのく腐らないんです。はいはい、あの一に溜まって水が流れなくなると石灰ってあるじゃないですか。どっかうん、うん、にあそこもうもう溜まりっぱなしのところは腐っていくんですね。ねだか流れがあるところは腐らないんですよ。でも<ー>毎日はもうこう振っとけばいいんですよ。船の<あ>それをこのこう,こう交互筋とかを走り回ってるんでこの水も、はい、動いてるような感じなんですよ。だから何年置いても腐らないんで。 たまに遊びに行くって言ってますもんね先生ね。<laughs> <laughs> それは意味わからないでたまに言わないです。まだ俺今意味分かってないんで遊びに行くってどういう意味よっていうね。<laughs> 自分あれに入れてますあのスプレーにココナッツオイル、はい、と交流水みたい毎朝振ってシュッシュして。 あーココナッツオイルでやっぱいいんですかね。あ実は日焼け止めにもなるそうで。あそう結構ねココナッツのイルね。あオイルなの日焼け止めって言いますけど。日止めでもらったんですけどね僕もね。あたこ使わないですねそういえばね。なるほど。えごめんなさいもらった人が怒ってる。結構いいやつですねじゃ。結構いいやつですね。あでも香り好きです僕ココナッツオイルの。そうですか。でも冬場とかすぐ固まらないですかあれ。 冷たくなると固まるんです夏場はねも大丈夫ですもうそのままなんですけど日焼け止めには塗ってましたね今ちょっとサボってますけどスプレーにしたらいいんですよ一応分離するけど結構使う時に振れば氷水そうそうだから俺それやろうと思ってスプーン買ってきてちちゃゃすかオイルを入れて水を入れてあーってやったんだけどはいはい これスプレーじゃなくてあの何かのなんなんて言うんですかあのうんかプシュタシューじゃなくてワンプッシュでいっぱい出てくるそうそうそうあれみたいな間違えたみたいなでもこれいいあれですね交流水とココナッツオイルこれいい半々でいいんですかいや一滴でいいと思いますね交流水はその成分をもう10倍に引き出すんで一滴だけでその 例えば現役があるじゃなですこの現役の一滴量だけで現役と同じ働きしますからね<っ>こ流水でもはい延期的ですねすここまで大げさに言って大丈夫はい、はい <laughs> 大丈夫ですよ。もう試したい方水もらいに来てくださいからね。スプレーのスプレーに試すぐらいだったらね、いくらでもボトルボトル持ってくれば今日もがっつりもらいましたけどね。はいヤギ社長も喜んでるですよ。はいはいヤギ社長来ないですね最近ね。ヤギ社長聞いてますか。遊びに来てくださいよ。あこっちだ。待ってますよ。その方欲しいって言ってました。これまた毎日もうもう契約済みですあのいつかの契約ですけど。 買買うううことは絶対い非常にあの良心的でフィルターもないからですね、半、はい、永久的に使えるし、うん、そうなんですよ、これ、はい、こっち一番いいですね、あのぶあの物理的にですね、僕は結構、水、昔からこだわって、アルカリオン水が出た時ぐらいからはい、はい、20年前からですね、<ー>でなんていうんですか、もうすぐ使えなくなるって壊れ、あの電気のやつって壊れるんですね。あります、ね、壊れますすねね壊れははい、はい 大切に使って5年以上持ったとしても今度5年以上経つとなんかもうモデルチェンジっていうんです、うん、<laughs> フィルターがないんですあ,あれみたいな本体やってもフィルターなかったら使えないよみたいなこれうまいことやってますね、うん、はいはいああもうそうですよだからもうそういうこそね、うんはいはい でもそううい心配もいらずに入れればもうザコワカいらないっていうのはいいですねこれ的ですねですでステンレスももう本物っていうか純粋のステンレスなので絶対錆びないですじゃあさびなねステンってあれあれですあの純度違いますからね薄いステンレスだと錆びますよはい。はい。ちょっと白いなんか斑点みたいの出るのがあれびます純粋のステンだったら本当に錆びないですよねはいそれ使ってるんでもう反永久的ですほお得なのでぜひぜひぜひ

ブランドとかあるんですかそういう服って高いかもしれないけど、長持ちするんですよ。十年でも着れるんですね。結局長い目で見ると。一番節約になる。ああなるほど。僕みたいに五百円の T シャツ買ってくるとね、こう一年持たないですね。こう伸びますからね。こっちが <laughs> 首がですね。はいはい、はい。<laughs> はい、もう、それでも、かくないに着るっていう人もいますけどね。別にねいや、まあ、うちで着る分ね、いいですけど。 よそ行き買ってもあ,<ー> <laughs> あんまりもう結構スーパーなんかそのまま行っちゃいますね、うん、僕なんか <laughs> はいはいはいでもやっぱいい服はね <laughs> 長持ちしますようん,うーんなるほどうん、うん っていうとの一緒でだからいいもの長持ちするんです結局は節約考えるんだったらいいものを買った方がいいですね、うんうん、あの安いものをたいやすぐ壊れるものを買って断捨離ばっかりやるよりも,も最初でこういいものを揃えば断捨離する必要もなくなるんですよこの断捨離する必要がなくなることを教えたくて断捨離の本は書いてるんですそうですねこう訴えたいですねまあ捨てるための本じゃないですあれは、うん、捨てなくて済む買い物をするための知恵をつけるための断捨離ですね <laughs>、はい はいあなるほどなんで、ここれの本を読んだときにだったら意味分かると思ったんですよ、捨てるのが言いたいのかな、この人と思ったんだけど最終的に書いてます、ちゃんと読みましたからね、僕は断捨離の本。すると、その前に僕、強制断捨離っていうのをやってたんで、内地にですねあの修行じゃなくて、ですか移住、まああちこち僕、二十八回ぐらいねあの年してますんでで、沖縄から。 内に引っ越しってなるともう全部捨てていかないといけないんですよ実家があるんだったら別ですけどもう自分のアパートなので全部捨てるわけです必要なもの以外8割捨てましたよあ8割ですか八8割でしょってことは8割ゴミだったってことでじゃあ俺はゴミ屋敷に住んでたんだな俺みたいなうん確かにあのありますねこれいらないなっていうのとか結構多いですあ軽になって あも,うもう物増やしたくないと思ってた時うん、うん、そういう本を読んだ時あなるほどなと思って、うん、結局いいものはい、はい、キラキラするものを買うと捨てなくて済むんですね。うんうん、で一つだけあったんですよ本当に。 欲しくて買ったソファーが、あのソファーだけはもらいていました。お姉さんが、あこれは上等だからもらうと他のもう使えるよって言ってもういらないじゃない。いらないですよね。今考えると、また使えるよってって人にあげるってこれ、あとあとゴミで捨ててねって言ってるのも、ゴミをゴミを回してるんですよ。で最終的に当たった人がババ抜きで捨てるためにお金払ってゴミ捨てる。で僕その収集最終集積所みたいな僕のアパートが。 みんなからもらったのいっぱいあって、結局最終的にい内地行くときに、こう全部捨てるわけだから。結局処分代がかかる。処分代がかかりますよ。もらう時ただだけど、捨てる時ってかぶれられますからね。断捨離の。いいものを。買ってたら、これもだいているんですよ。回せるんです。二番手には。でも、三番手、四番手に回ってきたのはもういないですから。なんで断捨離の話して言んですか、僕。断捨離で、次、次、断捨離の、また、その、つなげていいですかね。一回シーム入るす はい、後半始まりました。あ、みの方ですね。ありがとうございます。もうもうコメントもうもう見えなくなっちゃいますよ。もう若返りしてみたいこのコールスで若返りできますよ。若返ったら姉ちゃんにモテモテやん。それはね、どうですかね。あのモテモテになると思いますよ。肌ツヤがもうプルンプルンで。プルンプルン。プルンプルンですよ。 どこにいったあります、みつおさん。僕に問い合わせしてください。ああ、みつおさん、この方は私は王とか持ってますかね、多分ね、持ってると思うんですけど私は王、私は呼んでますか、目の魔力呼んでますか、なかったら、ネットでちょっとですね、調べてもらって、株式会社、こうって言って、光に、光に、皇帝のこうですね、ちょっとこれで検索してください。ねあのうん 今最近送ったのが三重の近くは何でしたっけ名古屋名古屋愛知県愛知県に送りましたよ向こうのちゃんと設計図と設計図とそれを水田さんに見せればもうほんの1時間ぐらいでつけてくれるんでそういうのは安心なんですね沖縄から送りますけど施工とかはやっぱりそういうアフターっていうかちゃんと図面っていうか説明書が付いてくる内では多分 サービスやってくれてると思うんですけど、あのさすがに県外だと。県外はね、そうですね、飛行機代出したら僕がただでやりにきますよ飛行機代が高いわみたいな。そういうあれがあるんですね、い今日は水の話ですごく盛り上がってますが、そうですね、そうそう、水、猫さんのスポンサー入ってんで、水、ゆっ琉球コーヒーの話もしたいんですけど、大丈夫ですか、今は。

Yeah. ありがとうございました。いやありがとうございました。小浜と書いてくもんぶしですね。これあの昔くもんまぶし。くもんまって思うんですか。はい。小浜。これあれですね。昔あの連続ドラマのチュラさんの舞台になったところですよね。そうなんですか。はいはいはい。あのエリーでしたっけ。く小浜島出身という設定でやってるんですよね。はい。お父さんは酒井麻茶ということで。はいはいはい。 石垣のちょっと南の方にあるんでしたっけそれとも、あの、入り表の間でしたっけ違います、あの、と、あてるまたけ竹富の次です。あ、石垣島があって、竹富島があって、小浜島があって、黒島。で、入り表うん、あの、はとまじまがって、はい。で、入り表がって、で、あの、んはとまじまって、はいはい。で、与那国に。ああ。 ちょっとそこ僕も全部言えなかったんですけどね。あ、そうなんですか。その間こんな島あったんですね。はい、すいません。勉強不足でした。で、小浜島超いいところですよ。ね、そのだ上に登って周り見渡せるってことですか。三百六十度ええ、あのイエズみたいな。はい、そうそうですね。あ、そうなんですか。やいいですね。行きたい行きたい。やばいです三針引いてる方がいました。ああ、そうなんですか。熊本出身。はは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 。 あそこも結構歌多いんじゃないですか。あ<の>小浜もそう。あれに出てたじゃないですか。あのおばあちゃんなんか八十代以上あ。あの姫ユリじゃなくてなんでしたっけあれ。えっと哲子の部屋にも出てたらしょ。はいはい。何だったっけな。あの小浜節のおばあちゃんなんかでユニットみたいのを作った。ええ<れ>姫ユリクラブでした。ああああ <laughs> おばあちゃんのユニット。そう,そうそうそう。

でも、えー、あの八重山の人とかも面白いんですけどこう僕たちってあの沖縄って一国にやるんですけどよく先島の人なんかよく本島に行こうと沖縄に行こうとか言うじゃないですかうん、うん、これなんかやっぱりあそれだけ距離が開いてるんだということで昔の由来だと思いますね。そうんうなななんんででですすすか昔は琉球じゃいよ、うん、八山、うん 宮古以降、八重山以降、内那以降内那って本島のこと本島のことあやっぱそうやって <laughs> あ分けて昔は沖縄じゃないですか、琉球でしょ、うんうん、琉球ということ,という国があって、宮古、うん、という島があって、うん、与那国、石垣

宮があったんです昔あ、宮古にも宮古が一番古い宮なんですよ、はい、まあ一説によると天皇が上がっていったところが宮が全部つくところで宮古宮崎ああ、はい、えー、宮崎なんかも宮つきますもんねそう,そうやって上がっていったって話聞いたこともあるんですねでも沖縄本当にもう上がったような話よく聞くんだけどいろいろそういう伝承とかも残ってますし 沖縄は「縄」じゃなくて「宮」っていう話なんですよ結構「内縄っていうの昔だから「沖縄沖縄」って言わないですよね昔の人は「ね内縄っていう言い方方言っていうのそれを何ていうんですか「海浜地検」ですかそれで「沖縄」っていうのを漢字作るときに「内縄ではなんか標準語にないから で、縄っていうのをつけて、沖縄、沖縄、沖縄に、沖縄だったんですよ。内縄、内縄、内縄、沖縄なったんですよ。全然違う。古い文献とか引っ張り出してきて、こう当て字で、沖、沖縄。あれ、いろいろ調べると、なんか、早縄行道のこのって書いてる。のもあるんですけど。全然違う。全然違う。関係ないでしょう、早縄とか、なんで早縄が、沖縄。早縄だから、沖縄って意味わかんない。じぐらいの意味がないんですよ。沖縄っていう。 言われてみれば不思議なんですよね。でも確かにそうですね。本当は沖の宮と書いてうちなだ、沖ぐきぐって言ってますあれうちなって読むななって読みますよね。宮っていうのはそうですよね。なんて読むんですか。ないはい。な、宮古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 って言いますよね。な、平は 宮城はなーなー宮城がナーグスクですよね。ナーグスクはいっていう言い方ですねなーっていう読み方で宮っていうのは本来宮はなーなんだ。うちなーなんだ。沖の宮でうちなー。これはすごい秘密を暴いてるような感じですね。これやばいですかね。沖に縄って書いてあの方言読みっていうのはおかしいじゃないですか。はいはい。ねそうですね。うちうちうち縄ったらなんでした。な縄あ方言ちなーちなー ななそう、なっていうのは、方言ではちななって言うんですよ。なわなっては言わないんですよ。方言なでなあ、ねうん、って言わないですもんね。ち、うんね、なな。だから、だから方言ではう,うちちななって変な変な。<laughs> だから本当にあのー、これ日本全国でもそうなんですけど、例えば僕石川県なんですけど。あの、なんか由来があるわけですよ。かが、かとのとの国が、ひとまとめにして石川っていう、石の川です、うん。あ、そうなんだ。これ由来はですね、<ー>手取川っていう川がちょうど石ばっかりの。 川があったんで。うんあのー

そうですよだから由来がないんです沖縄ってあれも強引にねつけたようなはいはいそうでんかね時間がないからこれまたね来週来週でもねまた最終でも話したいそうウチナも広めていきたいんですよねいいそれでウチナコーヒーもねありますからウチナって沖縄コーヒーじゃなくてウチナコーヒーあるんですよねうちのそばもありますから あそっかいっぱいありますよね。東京にも行きますよ。もう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 バババ大丈夫です。あとあとあと20秒ありますよ。東京東京7月24日に行きます。これすごいイベントになります。ちょっとまだあのちょっとね告知はもうちょっと待った方がいいですか。してから来週来週すごいね。そんな感 ボタ<え>ですタンのすごいサプライズ的なちょっと <laughs> っう。 まだ57秒ありますねそれからきょう、よかったよ、まだ時間あります。で、ブルガリさんも本当にコメントありがとうございますね、いろいろと、あそれからですね、さっきつぐさんが浜親を歌ってくれたんで、拍手も送ってくれてるんで、初のコメント来ましたよ、半年ぶりに。ということで、今回の楽勝大学ですね、こんな感じで送って。 もらいましたけどいろんな話できましたねまた来週もこう聞いてくれてこう耳スになればいい番組になればですねつおさんはいということでもう18秒切りましたんでここら辺でバイバイですか楽勝大学また来週も聞いてくださいねまた質問も待ってますよブルガリさんバイバイバイ